こんにちは、のぶです。では、720日目左足のアウトサイド、チャレンジ連続100回、今日も、まず47回ですね、自己新記録の47回を目指して、頑張っていきたいと思います。まあ、今日意識するところはまだやっぱりあのボールが当たるこの面ですね。ここがあのなんかまだ地面と平行になっていないので、なるべく地面と平行になるように、でこのつま先をまあ意識するのが、下向きにするのかちょっと上向きにするのか、ちょっとこれ意識してこうどっちがやりやすいか、ちょっと意識しながらやっていきたいと思います。つま先の下向きに意識するのか、上向きにちょっとやるのか、ちょっとそれはやってみて、どっちがいいかなということでやってみたいと思います。あと、質問をいただいて、昨日ですね、質問の絵の回答ライブということで、あの動画を上げさせていただきましたので、もしあのお時間ある方は、ご覧いただければ嬉しいです。今後もあのまた続けていこうかなと思うんですけれども、もっとあの自分というものを知っていただきたいなと思うので、やっていきたいかなと思います。というところで、喋ってないで早速いきます。では、かかとの方にこういつも当たっちゃうんですよね。それがなんか直したいです。
22回です。22回、まだいけます。まだいけるよ。Yeah.